YD ドックのラジセン情報です。今回は SFIDD のヤマト2199のカメラ搭載テストと新型ノズルテストを行いました。走行制御ノズルは前回の動画で説明した通り、左右の切れ角を大きく取り旋回性能を上げた実証実験を行いました。結果は予想通り旋回性能が格段に上がり、およそ半分の半径で旋回できるようになり、操縦がしやすくなりました。そして今回のメインテストであるカメラ搭載テストは DJI のアクション2を使用してみました。このカメラは高画質アクションカムの中でもかなり小型ですので選びましたが、本体の重量が思っていたより重く、バランスを取るために浮力材を追加しました。そのまま搭載すると全体が浮力不足になるので、カメラの後ろに発泡材をつけて浮力調整をしなければなりませんでした。本体の横にカメラを搭載するときは片側だけでなく、両側に搭載しないと水の抵抗でまっすぐ走らなくなり、それどころかつけた反対の方には旋回できなくなります。そのために本体の横に搭載するときには両側に搭載しなくてはなりません。そこで左右で前後方向に向けて一度に前方と後方を撮影しています。 SFIDD では数種類の水中で使えるカメラを2台ずつ用意してあるので、特撮機器との兼ね合いで使い分けをしています。アクション2に関しては最適な設定を行うためにもう少しテストを続けるつもりです。これから様々な機器を使ったプラモ特撮を作るためにいろいろな準備をしているので、応援していただけると励みになります。それではまた次の動画で。 SFIDD ラジセン情報でした。